反省もしっかりして次の登板にまたつなげてほしいですね。はい、さあそれでは今日のゲーム振り返ってみたいと思います。さあそして阪神はこれ注目の藤浪晋太郎だったんですね。4月以来の、はい、初回はね不運でしたよね。このダブルスチールでまず先制なんですよね。ワンアウト一塁三塁からね、初回からねダブルスチールはね、はい、あまりないですけどね、はい、でこの後メヒアのこれタイムリーツーベース、ここのね球はね、はい、ちょっとシュート回転が甘くなりましたね。まあでもこれも積極果敢な走塁からですよね、西武の先生はね。そうですね、はい、3回、まあ、西武の先発は榎田なんですが、ワンアウトランナー三塁一塁というところでこれピンチだったんですけども、浅村選手ね、取ってから早いですよね。はい、浅村健太、山川とつながります。これ大きいですね。トスはもうね、取ってからトスまでがすごい早いです。さあ藤浪三回、浅村三振、これ三球三振でした。そして山川も三振。この辺りからあの非常にフォームが良くなってきたと、ね、はい、いいボールをね投げてましたね。で5回です。ランナー二塁一塁から梅野送りバント、これ三塁へ、これセーフの最初ジャッジでした。リーダーチョイスかと思ったんですが辻監督リクエスト要求。そうですね、この後のプレーでもね、はい、抜き打投手ねセカンドで送球してアウトにしてますからね、はい、本当にうるさい相手に攻めてましたよね。攻めてるというね、はい、リプレイ検証で三塁アウトということになりました。でこれ桑原も糸原を三振で、榎田糸原を三振でピンチしのぎました。さあ5回ランナー一塁で秋山、これライトの糸井がファンブル、金子菅澤三塁止まっていたんですがホームに帰る、3対0秋山選手はねもう粘ってね、はい、最後を仕留めましたね。はい、なお2アウトランナー三塁で浅村、このヒット途絶えていたんですがこれが17打席ぶりのヒットがセカンドオーバーのこれタイムリーになります。これ4対0、これで4点差になりました。6回これ連続フォアボール、ランナー2塁1塁、はい、中谷タイムリーツーベース、これレフトオーバーでした。そうですね、チェンジアップをねもう3打席全部勝負できましたね。さすがにね中谷選手はね、ツーベースに捉えましたね。はい、この辺りちょっと榎田がもうコントロールやや微妙に崩れていましたから ね、はい、で今日1軍即スタメン、陽川期待に応える2点タイムリー、これで一気にこの時点で1点差まで詰めたんですよね。もうね、流れとしてはね、はい、阪神側に行ったかなと思いましたね。はい、陽川今日は活躍です。さあしかし6回です、1点差に詰められた後なんです。ワンアウトランナー三塁二塁、さあここで大阪桐蔭の優勝バッテリー対決、はい、大阪桐蔭しかしこのフォアボール、甲子園初対決になりました優勝バッテリー大阪桐蔭、この表情ですねさあここで藤浪降板、さあ藤浪どうご覧になりました。もうそうですね、はい、次の登板をね、投げてほしいなという気持ちありますよ ね、はい、次回の登板期待という感じの投球ではありました。まあ、そこから金子雄二が見事に2点タイムリー、これもやっぱり効いたんですね、大きかったですね。変わってね、1球目からね、できましたからね、はい、岩崎の、はい、岩崎のボール捉えました。そしてモレノ、これモレノはこれ3番手ということになります。押し出しフォアボールで1点、なお満塁から山川、今度は走者一掃。そうですよね、勝って1本でね、はい、でも飛ばしますよね、これ三者ホームに帰るわけですからね。10対3、こういったところが今シーズン山川でしょうか。そうですよね、はい、好調ですよね、はいはい、これで51打点、そうですね、53打点ですかね、はい、すごいですね、51試合で53打点、はい、さあそして7回ここで榎田行くんですよね、福留三振、最後ね、この前のインコースのまっすぐとね、はい、最後の、はい、ストレート外まっすぐ、はい、ナイスボールですね。7回投げ抜きましたね、111球5被安打3失点、見事に古巣に対して勝ち投手。さあ辻監督のインタビューです。
それは辻監督のインタビューです。